広上誠也は、群馬県前橋市出身の元プロ野球選手。宇藤左打。NPB では、育成選手であった。前橋育英校入学後から、保守に専念。3年時の夏は、群馬県予選準決勝で、桐生第一校のエース藤岡隆弘に4打数、無安打に抑えられ甲子園出場を断たれた。ベースボールチャレンジリーグに2008年より加盟した。 群馬ダイヤモンドペガサスに創設当初の入団選手となる。2010年シーズンから登録名を聖なりに変更。2011年は11本塁打を放ち、リーグ1位に1本差に迫る2位であった。同年のベストナインに保守部門で選出された。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で、長打力と2類への送球1.9秒の強権が、 評価され、阪神タイガースから育成1位指名を受けた。同会議では、チームメイトの清水高行が福岡ソフトバンクホークスから育成4位指名を受けており、二人、揃って、群馬ダイヤモンドペガサスから初のドラフト指名選手となった。11月23日、支度金200万円、年俸300万円で仮契約を結んだ。背番号は128。 2012年は故障により前線を離脱するなどアピールすることができずウエスタンリーグでは出場なしに終わった。10月23日に支配下選手への登録に至らないままわずか1年で戦力外通告を受けた。10月31日自由契約公示された。2013年11月14日に群馬ダイヤモンドペガサスへの復帰が発表された。 2014年10月21日、現役を引退することが発表された。ありがとうございます。